皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、名人が仕事の帰りにケンタッキー買ってきてくれましたよ。今日はそれを焼いて食べますよ。まあ、無事別居も終わったんでね、今日から初めてみんなで一緒っていうことやね。ではまずはいつものようにこれから。はい、今日の1本目はこれ、札幌黒ラベルですね。やっぱりケンタッキーといえば黒ラベルやからね、ようわからんけど。では早速いただきます。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。では行きましょう。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。行きまーす。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、うまい。よう冷えててうまいね。もうビール1週間ずっと抜いてて、今日のお昼ちょこっと飲んだけどね、やっぱり1週間ビール抜くと体がなんかシャープな感じするよ。よう分からんけど、そんな感じです。はい、今日の1品目はこれ、この袋の中に入ってます。まあそれとは別にこのボックスも買ってきてくれてるけど、まずはこっちの袋の方から開けていきますよ。はい、そして開けたら出てきましたよ、ナゲットですね。マクドナルドと違ってね、ケンタッキーのやつは高級品やからね。このナゲット、マクドナルドの倍以上の値段するからね。そしてこれ冷めてるんでね、もちろん今日もこいつに出てもらいますよ。ケンタッキーといえばこいつ。はい、今日も出ました、屋台横丁さん。今日もお願いしますね。では焼いていきます。はい、では焼いていきますよ。はい、まあ4つぐらい焼いていこうかな。はい、こんな感じです。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じなんで、早速取っていきたいと思いますよ。まずはお皿に取って、そしてこの上にかけていくよ。まあマクドナルドさんの場合はバーベキューソースかマスタードソースっていうのが定番やけど、ケンタッキーさんの場合はこれ、まあケチャップやね。まあ、これで食べるのがケンタッキーの場合は基本らしいからね。かけていきますよ。はい、はい、ケチャップかけていただきます。ケチャップもうまいからね。はい、やっぱり熱々のナゲットはうまいね。うん、ほんとビールに合う。はい、そして2つ目も焼けてるんで、さっさと食べていきますよ。今度はこれにこれをかけていこう。はい、一見ケチャップに見えるけど、これは悪魔のホットソース、スリラチャホットチリソースですね。ではかけていきますよ。はい、一見さっきと全く同じ構図に見えるけど、かけてるものは
色は似てるけど中身が違うよ。これはうまいからね。はい、悪魔のホットソースかかったナゲットいただくよ。うん、久しぶりの悪魔は結構刺激的、そんな感じやね。めっちゃビールが進むくん。はい、そして次はこのボックス。このボックス何かっていうと、オリジナルチキン5ピース。5ピースがね1000円ぴったし税込み、うん、ということでちょっとお安くなってたんでこれ買ってきてくれましたよ。早速開けていきましょう。はい、カーネル・サンダースのおじさんおるね。では開けていきますよ。中を見るといつも通りこのティッシュ入ってて、そして出ました、はい、オリジナルチキン5ピース。では早速これも焼いていくよ。はい、これも見るからにうまそうやね。そして熱々で食べたら最高にうまいからね。はい、まずは屋台横丁に2つ乗せましたよ。では焼けるまで少々お待ちください。でかいからね、ちょっと焼けるまで時間かかるよ。ところで猿吉くん、俺の手がベタベタになる前に聞いとこ。今日はなんかビール持ってるね。それどうしたの？はい、猿吉です。やーちんさん、カレーですねー。本キリンですよ。もちろんキリンのやつ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、あそこのおばはんにもらいました。あそこのおばはんね、コロナで幼稚園さんが隔離される前にサルちゃんに言ったあの言葉ね、撤回しましたよ。撤回ってどんな言葉かっていうと、幼稚園さんがコロナで隔離されてる1週間の間、サルちゃんも禁酒やで。ただし幼稚園さんが飲めるようになっても大丈夫かどうか確認するためにサルちゃんだけは10日間禁酒って、なんかこの間すごまれたんやけど、それね、さっき撤回してくれたの、あのおばはんさん。なんでかっていうとね、なんか今日ね、あのいつものチビの卓球のコーチのチビ、あのチビのパンマンがね、なんか卓球雑誌に載ってたって言って、なんかあそこのおばはんね、ニコニコして帰ってきて、それで、おお、それはすごいことですね、おばはんさん。ところで今日はビールはどうなるんですかね、おばはんさんって聞いたらね、サルちゃん、いや私気分いいからサルちゃんいつも通り苦いビールあげるねって言ってくれたんです。それでね、サルちゃんもびっくりしてね、10日間飲まれへんと思ってたのがちょっとだけ短くなって飲めるようになったっていう、そういうわけです。それでこれもらって、もう今日ぐいぐい飲んでるんやけども、1週間以上飲んでなかったから、まあすごい回る回るっていう感じやね。でも久しぶりのビールはうまいね、おばはんさん。ただおばはんさん飲めへんから分かれへんと思うけどね。まあとにかく今日は意外にもあのおばはんさんがサルちゃんにビールくれたことが嬉しかったことに
喜んでるサルちゃんです。以上。そうやったんやね、サルちゃん。ちょっとだけ早めにビールもらえてよかったね。俺の方が先飲んでるけどね。俺は今日の昼から飲んでるけど、サルちゃんは今夜から飲んでるっていう、そういうわけやね。まあよかった、平和になったね、この家も。ただ俺はしゃぎすぎるわけにもいかんからね、俺のせいでこうなったからね。それだけ言っとくわと言いながら、ふとチキンを見るともう焼けてきたよ。そろそろいただきますよ。はい、そろそろいい感じに焼けてきたんで、早速いただきますよ。はい、めっちゃ熱々になってる感じやね。もう油が滴り落ちてるからね、やばいよ。では早速いただきます。はい、いただきます。やっぱりオリジナルチキンは間違いナッシン。はい、さらにいただくよ。これほんとうまいわ。やっぱりオリジナルチキンはこの湯気見えるかな、この熱々で食べるのが最高にうまいね。ただ口の周りベタベタになるけどね。まあそれはね、冷めてても一緒。ちょっと噛んだね。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そして次はさっきと違う部位、まあ部位の名前を俺全然分かれへんけど、とにかくまあこれもうまいからね、多分。まあまずい部分なんかないからね、ケンタッキーで。そして嫁さんがナゲットもう一つ焼いてますよ。では少々お待ちください。はい、俺は今焼いてる間に最初食べてたやつをもう速攻で食べきるからね、待っててね。やっぱりこれは熱い方がうまいよ。屋台横丁さえやったら、冷めてきたらもう一回置いたら温め直してくれるからいいよね。とにかくビールに合う。ケンタッキーはビールのおつまみとしては最高やね。バンバンビールが進むよ。俺
病み上がりっていうことに一応なってるんやけどね。まあ俺ずっと無症状やったから元気で一週間過ごしてたけどね、よくわからんけど、とにかくやっぱりビールはうまいと言いながらふと時計に目をやると、まあまあいい時間になってるんで、そろそろ終わるよ。終わる前に一応久しぶりに紹介しときます。今日も野菜ジュースあります、伊藤園のやつ。そして今日もあります、明治の R1。 強さ引き出してくれるらしいからね、俺弱々やから引き出してもらおうかなと言いながら、では今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。やらぴくー。